打順を組む時のポイントは、伝えなきゃ思っていないのと同じを意識することです。それでは無課金プロスペース塾の授業を始める。というわけで、無課金始めたの方々、リアタイ強くなるために今日も一緒に頑張っていきましょう。本日のテーマはこちら。ゲームならでは有効、初心者向けの打順の組み方やっていきたいと思います。さあ、リアタイ勝ちたい方多いと思うんですが、なんとなくで打順を決めてる方が多いんじゃないでしょうか。リアルの野球とは違って、ランク制ならではの有効な組み方がありますので、そちら簡単に紹介していきたいと思います。で、今回こんな方におすすめの内容になっております。初心者で、リアタイの打率を上げたいっていう方ですね。まあ、具体的にはランク制の打率が3割未満の方を対象にした基本的なところの話になってきます。で、そういった方のありがちな疑問としては、右打ちと左打ちはね、どう組み合わせていったらいいのかっていうところだったり、打順ごとにおすすめな選手の特徴は何なのかっていうところと、注意しておきたい特殊能力はあるのかといったところがあると思いますので、本日の流れとしてはこんな感じでいきます。まず右打ち、左打ちについての組み方。で、次に特殊能力について、そして打順ごとのおすすめの選手の特徴について、大まかにね、1番はこれ、2番はこれみたいな感じでやっていきたいと思います。僕はね、すごい上手いわけではないんですが、一応アカウント始めて3ヶ月ね、全国大会の3900位ぐらいに入れたので、まあ、ざっくり上位 2% ぐらいにはね、そのぐらい入れましたので、まあ、始めたての方には参考になるのかなと思います。なので、この動画を見ることによって、大事な特殊能力を確認することができますし、打順を組むことが分かることによって、ランク戦の打率が上がりやすくなります。やっちゃいがちなミスとしては、右左をね、適当に組んでしまったり、特能が発動しない打順に組んでしまったりとか、いうのがありまして、そういうのしてしまうと点が入りにくくなりますので、そういうのを防いでね、打率を上げていきたいっていう方は、ぜひ最後まで見ていってください。というわけで本日もよろしくお願いします。このチャンネルでは無課金3ヶ月で達人5位、リーグ7に到達した経験から、効率よく強くなるための超基礎知識や、周りと差がつくお得情報など配信しております。無課金でプラチナ3行きたい、友達に勝ちたいっていう方はね、周りと差がつくものを配信していきますので、よかったらチャンネル登録して、一緒に頑張っていきましょう。お待たせしました。それでは本編入っていきたいと思います。ではまずね、右左について、話をしていきたいと思います。右打ち左打ちで関係あんのかって話なんですが、実際に関係がありまして、結論としてはなるべくね、ジグザグに組むのがいいと思います。というのも、苦手なバッターばかりがね、続いてしまった場合、まあ、アウトがね、連発しやすくなって、点の入る確率が下がってしまいやすいです。で、ジグザグに組めばね、右左、右左って組んでいけば、左がね、得意だった場合だったらね、途中でヒットを挟むことによって、まあね、繋がり良くなったりとか、しやすいのではないかなと思います。なので、打線の繋がりをね、悪くしないために、なるべくジグザグに組むのがいいのかなと思います。で、実際何が違うかっていうと、まあ、人によってね、自分は単純に右バッターの何でも得意っていう人もいれば、左の方が得意みたいな人もいますし、まあ、それで考えてもいいんですが、まあ、基本的には相手ピッチャーですよね。例えば、自分が右打者だとして、軌道が変わりますよね。右投手の、例えばスライダーカットだったら、右投手だったら、こう、例えばインコースのね、出し入れですよね。スライダーカット、スライダー入れてくるのか、カットで入れようとして入れないのか、みたいな感じの出し入れとかをね、すると思うんですが、逆に左ピッチャーだと、真ん中から自分のインコースに入ってくるような軌道のスライダーカット使ってきますので、まあ、どっちが得意かっていうのも人によって違うと思います。もちろん他の球種でも、例えばツーシームとかですよね。まあ、これも右投手でも左投手でも軌道が違ってきますし、まあ、特に一般的に言われるのが、インコースの出し入れでね、ツーシームで最初ストライクなんだけど曲がってボールになるっていうのが強いとされてますよね。で逆のピッチャーだと、中に入ってくる軌道になってきますので、まあ、バットとしては若干打ちやすいっていうのはあると思います。まあ、ただこれはね、対戦相手によって全然変わってきますので、なるべくね、ジグザグに組んでおけば、どんなピッチャーが来ても対応しやすいのかなと思います。では次に特殊能力の話をしていきたいと思います。リアタイにおいて特殊能力発動するかしないかでね、かなり打ちやすさだったりね、打ち取りやすさとか変わってきますよね。で、特殊能力にはいろいろね、種類があります。で、発動する確率は決まってるので、必ずしも発動するとは限らないんですが、それ以外で条件があるのと条件がない特殊能力っていうのが存在しまして、条件がない特殊能力の方が発動しやすくて優秀とされております。で例えばね、有名なのが丸選手とかですよね。こういった並びの特殊能力がついてますので、これらにはね、他に条件がなく、ランナーがいたりいなかったりとか関係なく、打順がどうでも関係なく、まあ一定の確率で発動するというのもなってますので、まあ丸選手は特に全部発動して打席でね、打つことができるっていうのが確率が高いので有名なバッターですよね。で、なんですが、他にね、条件があるのは、例えばチャンスとか、固め打ちとか、あとランナーが得点機にいなきゃいけないとか、ヒットを1本以上打っていないと発動しないとか、いうのがあります。まあ、なので、基本的にそっちのね、条件ある方をうまくね、発動してあげるのがポイントですよね。ちなみに条件がある特殊能力の方は、発動してしまえばね、効果はすごく高いです。例えば、超アーティストとかだったら、パワーをね、プラス9するっていう効果があると思うんですが、超チャンスとかですね。得点圏にランナーがいれば発動する条件が整うもので、そして発動すれば、数字だけで言えば2倍なんですよね。結構すごい強いですよね。まあ、アーチストの方が一応ね、弾道が変わるっていうメリットもありますが、まあ、それを考えても、ミートも9、パワーも9って方で、結構発動するかしないかで打ちやすさが変わってきます。ただ、条件を満たさなきゃ発動しないので、要するに発動しなきゃ持ってないと同じなんですよね。もったいないんですよ。だ冒頭で言ったね、3代目の曲のね、伝えなきゃ持ってないと同じっていうのでね、そういう歌詞との同じだと思ったんですけど、まあ、そういうことなんですよね。
例えば2番丸っていう特殊能力がねあったとしても、1番とかね3番とか別な順にしてしまったら持ってないと同じじゃないですか。だからなるべくしっかりね発動するように条件のいい打順を組んでいくのがポイントかなと思います。で、まあ特にね、条件ありなんだけど、出たら強い特殊能力っていうのが、まあ主にチャンスメーカーとか止め打ちとかね、その辺になってくるかと思いますので、その辺も踏まえてこの後話をしていきたいと思います。それではね、打順ごとにどういった選手をね、置くのがいいのか、おすすめな選手の特徴を話していきたいと思います。まず大雑把に言っていきますと、1番から5番に関しては、まあバッティング優先してね、なるべく打ちやすい選手を集める方がいいと思います。30な打力でね。で、6番、7番、それ以外っていう感じで、で、8番、9番は代打枠として、組むのが一番おすすめなのかなと思います。まあ、というのもね、やっぱ始めたての方って選手がね、揃ってなかったり、ポジションが被ってしまって、うまくスタメンに打力のある選手を、ね、入れられなかったりとか、そういうことがあると思いますので、まあ、それも踏まえて、8、9番は代打枠というふうにさせていただきました。で、まあ、これから話すのは僕の個人的な意見なんですので、ね、まあ、一意見としてね、参考にしていただければなと思います。では、まず1番から紹介をしていきます。1番の特徴としては、最もね、打ちやすいバッターがいいと思います。というのも、打席がね、2回回ってくる可能性が最も高いからっていうことになってきますね。ランク戦は基本的に2イニング。で、延長だったら3イニングなんですが、で、もしまあ2イニングで終わってしまうのであれば、まあ1番に回ってこないこともあると。ほとんどのバッターが1打席だけで終わってしまうことが多いと思います。まあ1番回ってくる1番に最も打ちやすいバッターを置くのがいいと思います。で、そしてもう一つの条件としては足が速いバッターですね。で、これがあると何がいいかというと、例えば1番最初、ヒットで出塁したとします。で、ありがちなのがね、次のバッターでゲッツーで結局打つアウトみたいな、いうのがありますね。そのゲッツー対策ができます。足が速いことによってゲッツーにならずに、まあ進塁することができるパターンもありますし、まあ、盗塁して単純にそれでゲッツーを防ぐこともできます。で、その後もね、二塁からね、ワンヒットで帰ることもあれば、一塁からだったら長打でね、普通にそれで帰ってこられるとかいうこともありますので、まあ、打力の高い3、4番の前の1番には、なるべく足が速くて最も打ちやすいバッターを置くのがいいと思います。で、1番におすすめな特殊能力は、やはりチャンスメーカーですね。こちらはノーアウトランナーなしの状況でしか発動しないって結構限定されてるね、特殊能力なので、やはり初回の1番バッターしかほぼチャンスはないのかなってところで、やはりチャンスメーカーは1番につけるべき。で、固め打ちですね。やはり2回打席回ってこないと、こちらも固め打ち発動しませんので、まあ1打席目、全力で集中してヒットを打てば、次にかなり打ちやすくなると思います。で、盗塁走塁もあれば、なおね、ゲッツー防止とか、1打で生還とかしやすいので、おすすめな特殊能力ですね。では次に2番ですね。2番目、3番目ぐらいにね、打ちやすいバッターを置くと思いいいと思います。ちょっと2番もね、延長まで行けば、ギリギリ2打席回ってくる可能性が高いので、まあ、打ちやすいバッターがいいと思います。そしてまあ1番と同じで足が速い選手がいいと思います。で、特徴に関してはチャンス、固め打ち、盗塁、走塁がついているといいと思います。1番と違ってね、チャンスがあることで、1番が2塁に行ってくれれば、そこで発動するのでね、結構いいですし、まあ2打席目にもね、タイブレークなので、まあ基本チャンスだと思いますので、かなりね、いいと思います。では次に3、4番ですね、まとめていきたいと思います。こちらね、打ちやすいのはもちろんですが、特に長打力があるバッター。いいですね。やはり1番ね、打ちやすいのが1、2番ですので、つまりランナーが一番居やすい状況で打席に入るのが3、4番ってことですよね。なんで、そういった状況で、なるべくホームランとか、ツーベースとか、長打でね、そのランナーを返していくのが効率よく点を取るコツなのかと思います。で、あとは初心者のね、自分もそうですが、相手も初心者の可能性が高いので、よくね、シフトをね、買い忘れる人が多いです。というのも、ランナー二塁にいた場合ですね、コンピューターが勝手にシフトをね、外野前進にするんですよ。で、その外野前進のまま、外野にね、打球を打った場合、結構ね、超えることがあるので、普通のフライでも、まあ、ある程度飛んでればね、ツーベースとかになってくれやすいので、まあ、そういった点でもランナーがいる、プラスパワーがあれば、そういったね、ラッキーなヒットも生みやすいので、シフトを外れし忘れてなければ意味ないんですが、まあそういったこともありますと。で、特殊能力はやはりチャンスがついてる。で、アーチスト、パワーヒーとかがいいと思います。で、5番ですね。基本的には3、4番と一緒なんですが、プラスね、足が速いといいと思います。というのもやっぱり、ね、初回とかでチャンス作ったけど、ツーアウトでね、回ってくるのがだいたい4番、5番とかになりますよね。だいたい打率的に最初の人の。まあなんで、最後のね、ツーアウトのチャンスをなんとかね、最後お掃除できるかっていう役割と、もしね、4番がアウトになって次の回行った場合に次先頭になりますので、やっぱね、足が速いっていうところでもね、先頭バッターとしては適性がいいのかなと思います。なんで、この5番の見極めをね、自分のチーム状況でね、2アウトで初回回ってくるのは誰が多いのかとか、2回の先頭バッターは大体何番が打つのかとかいうのを考えながらね、こういった打順を組んでいくといいかなと思います。で、6、7番は、まあ、それ以外って感じで。で、8番、9番に関しては、ここはね、代打枠としています。ここに最初ね、守備上手い人を守らせておいて、で、代打で誰かを出して、もう一回ね、守備交代で誰かを守備固めでつけると。まあ、守備だけのね、選手だったら別に、下位ランクでもね、いい選手いますので、まあ、そこをうまく使っていけばいいのかなと思います。キャッチャーだったら小林選手とか、下位選手とか、まあ、A ランクでも全然強いですし、まあ、ショートとかだったら源田選手とか、B ランクでも、B ランクでこれですからね。で、なんで8、9番にその代打枠を置くかという話なんですが、8、9番っていうのは、やっぱり試合で回ってこない日もあるかなっていうところで、回ってこなかったらそのまま守備が上手い人が単純に守ればいいですし、まあ、回ってきたとしても試合終盤なので、守備が上手い選手をなるべく長く守らせることができると。
という形なので、8、9番はここがおすすめかなと。では、本日のまとめをしていきます。まず打線はなるべくジグザグに組んでいきましょう。その方がね、IT ピッチャーにね、対応しやすくなります。次に特能を意識して打順を組みましょう。特にチャンスだったり、片身打ちとかね、条件があるものを意識してやっていきましょう。で、3つ目ですね。やはりね、自分の特徴に合わせて打順はね、微調整していってください。初回は何番まで回るのか、2回は何番から始まるのか、といったところを考えていきながらやっていくと、まあ、やはり先頭バッターとか大事なので、まあ、その辺うまくやるとね、チャンスをうまく作りやすいのかなと思います。そんな感じですね。はい、まあ、うまく特能とか発動していきながら自分に合ったものを探していきましょう。というわけで本日は以上でございます。こんな感じでこのチャンネルは無課金初心者リアタイ強くなりたい方向けに、超基礎知識やイベント効力、効率よく強くなるコツなど解説をしております。お得情報を流しますので、見逃したくない方はチャンネル登録と隣のベルマークのクリックお願いします。そしてこの動画の改善点や疑問点だったり、動画のリクエストがありましたら、じゃんじゃんどんどんバンバン回してコメントいただけると嬉しいなと思います。そしてグッドボタンも最後押していただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。Wee wee 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 w